こちらはスポンジローラーを使って描いたハロウィンの背景とツリーです。スポンジローラー、絵の具、トレイ、水差しを用意します。背景には紫、赤紫、藍色の3色を使いました。発泡スチロールトレイと洗浄瓶を使っていますが、トレイと水差しは何を使っても構いません。ローラーに絵の具をなじませたら、紙の上を転がします。少し薄いようですね。このくらい水を足してやってみましょう。いい感じになってきました。はみ出てもいいように、下に紙を敷いておいてください。絵の具や水が足りなくなったら、その都度足しながら、紙全体に転がしていきます。くるくるぐにゃぐにゃ転がしてもいいですね。色が薄いところは何度も重ねて重ねて転がします。全体に色がついたら地面を描きます。黒い絵の具を使います。ローラーがはみ出てもいいように紙を敷いて転がすと真っ黒い地面が出来上がります。このローラーで木の幹の太い部分を描いておきます。ここから先は細いスポンジローラーを使います。ぐにゃぐにゃと枝を描いたら、先はくるりと回して描きましょう。枝の根元を太くします。枝の途中もこんな風に曲げてみましょう。もう自由に描いていきましょう。お手本になるイラストなどを見ながら描いても構いません。真ん中は高く、先に真ん中から描いた方が描きやすかったかな。ここにも枝を付け足して、ここにも、下の方が寂しいので下にも枝を付け足しましょう。これでハロウィンの背景とツリーができました。乾いたらここに飾りを貼っていきましょう。